時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢の時間です。はい、歌手の谷隆介さんにお越しいただきました。ようこそ。よろしくお願いします。ねえ、はい、もうさっきのね、はい、あのエステの話、エステ、はい、行ったことあります？もう行ったことあるっていうか、うん、僕通ってますので、うん、エステ。ああ、いいですね。あのね、うんうん、詐欺沼の方にありましてね、あ、たまたま僕、うん、紹介してもらって行ってる、はい、そこのエステがね、はい、あのすっごい評判が良くて、はいはい、普通のご自宅でエステをやってるんですけど、うん、はいはいはい、もう朝から晩までひっきりなしにお客さん来るんですけど、うん、めちゃめちゃ大人気。お一人でやってらっしゃるの？一人で。ああ、大変大変。でね、エステもそうなんですけど、うん、脱毛とか、うん、あと歯のホワイトニングとかですね、うん、もうやってくださるの？全部やるんですよ。すごい。もうね、そうなんですか、やっぱりこう、うん、エステっていうのは、うん、こういろいろマッサージも含めてやってくださるので、はい、顔のマッサージなんかにしても、はい、普段やらないので、もう本当こういうこう使ってる筋肉とかほぐれてですね、はいはい、すっごいあの、うん、良くなります。そうですか。谷さんはあの本当に野球選手になろうと思って広島カープの試験を受けましたよね。そうです。WBC 見ましたか？それはもちろん見るでしょう。もうあのもうすごかったね。いや、すごかったっていうかね、うんうん、まあ、僕らの本当、うん、僕が頑張って野球やってた時代は、はいはい、例えば、うん、あの助っ人外国人って言って、はい、まあ、今でもそうでしょうけど、はい、昔は本当に助っ人来て、うん、もう外人の方ブワーって打って、はいはい、4番に座ってとかってね、そういう時代だったんですが、今ね、はいはい、日本の野球のレベルが高くなってきたんで、はいはい、もう差がなくなってきたので、助っ人って言っても日本人の打つじゃないかみたいな、はいはいはい、あの村上選手の見ましたね。もうね、もうね、母親の気持ちになっちゃってね、私も本当に、ね、で、いや、皆さんね、大谷さんとかね、いろんな方が応援してるんですが、はい、もうね、もう村上選手に何とか打ってほしいなと思ってね、うん、もう母親の気持ちになっちゃいました、はい、私もうね、もう早速ね、岸田総理今日は来るのかな。いや、最近ちょっとイメージ的に、もうそろそろ5月に入りますと、故郷広島で G7 サミットがございますので、一つよろしくお願いします。いや全然似てませんでした。武蔵のおむすび大好き、美味しいです。楽しい、面白い。はい、また一曲聴いていただいた後にですね、あ、はい、あのお話を続けていきたいと思います。わかりました、はいはい、歌は真面目です。呼ぶ子蓮華です。はい、はい、僕谷隆介で呼ぶ子蓮華を聴いていただきました。いい歌ですね。なんかですね、この九州の歌だからね。そうですね、ね、あのイカで有名 な、はい、呼ぶ子の港があれなんですけど、はい、やっぱりこう聞けば聞くほど、うん、すごい味があるな、うん、なんかね、深みを感じますね、うん、いいですね、メールいただいてます。私の方で読み上げてよろしいですか？いいとも、はい、たくみさんからもいただきましたよ、うん、はい、谷ちゃん、この間の、はい、クレー阪急ホテルでのディナーショー最高でした、はい、ありがとうございました。広島市内で、開催されるいつものディナーショーとはまた違う感じで、ブルーの衣装、はい、王子様の様、うん、ブルーの国の王子様、ボレーボレ、と思ったら今度は渋い衣装で後ろから登場、赤のジャケット、カープのユニフォーム、変わる変わる、とっても素敵、今年はいつ 見えるかな楽しみ、うん、はい、いやいや、その時の余韻で今日発売、今日発売なんですね、アルバム。そうなんですよ。はい、この後ね、ちょっと、ね、はい、おかけしようと思ってるんですが、秋灘の風をリクエストしますって来てますね。いやー、嬉しいですね、ありがとうございます。嬉しいですね。でもう一枚いいですか、はい、問題児さんから来ました、はい、はい、リュウちゃん、ベストアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。届きました。早速聞いてますよ。もしかしてこの並び方自分で考えたの、自分で選曲したのでしょうか。そうです、いいですねって来てます。いや、嬉しいですね、ね、今日発売なんですね。ちょうど5日発売で、うん、谷隆介、プレミアムベストということでね、はい、10曲入り2000円。お、安いですね。安い安い、はい、ね、こもこもさんからもいただきました。はい、谷隆介様、あ、どのだ、お忙しい毎日をお過ごしでしょう。花粉症は大丈夫でしょうか、ね、あ、私はつい先日アレルギーの検査をしたところ、なんと30の検査の結果一つもアレルギー反応が出なかったのでです。ああ、鼻がむずむずして鼻水も出るし、目もなんだか違和感があって、うん、目やにも出て変なのに、こんなことってあるのでしょうか。みさよさんのお知り合いでお医者様がいらしたら教えていただきたいです。そうですね、私もね、実を言うと、はい、
テストをして一つも引っかからなかったの。アレルギーを、うん、すごいですね。すごいんじゃなくて、多分コモコモさんと一緒で、うん、くしゃーんってくしゃみも出るし、僕なんかはもう本当花粉症ひどくてですね、なんかなんてこうくしゃみも出るし、はいはい、朝起きた時に出るんですよ、くしゃみがね。あっ、出ます出ます、私も出ますよ。でくしゃみがね、うん、もうひどい時なんかね2回同時に出ることないですか。1回普通1回ハクションでしょ、うん、それ2回ハクションって出ない。これほんときつい、目の前が見えないですよね。それないですか。ない、起きた時に。ほんで外に出かけてですね、うん、ますますくしゃみがひどくなったと思って、周りを見たらですね、野良猫がいて、猫アレルギーなんです僕。あら、あーダメだ、それは大変だ、うん、そしたらもう、うん、猫みたいな顔になってきて、あくしゃしゃしゃみたいな。猫は可愛いよ、顔可愛いです、ね、でも、うんね、でもうちも私のところにも猫いるんですよ、ええ、いやうちで飼ってるわけじゃなくって、弟の猫今扱ってるんですけどね。こだまくん猫大好きなんですけど、アレルギーがあるとね、あんなんですよね、しょうがないですもんね。うん、だからアレルギーある方がなんかね、私弟の嫁さんがアレルギーがあって、はい、うん、触れなかったんです。克服しましたよ。どうやって克服したんですか。もうね、少しずつ触らせたんですって。それで餌をあげたり、近くに来ても、赤ちゃんの頃って毛が抜けないから、はい、そのせいかな。でもう 10年ぐらい一緒に住んでるんですけど、なんでもないみたいですよ今は。じゃあ僕もちょっとずつ近づいて、そうですね、触って、一緒に寝るという、うん、一緒にはね寝てはいないみたい、うん、でも克服して今全然大丈夫みたいです。いいですね、僕もそうなりたい、ね、そうなりたいですよね、はい、ぜひぜひ。先ほどね、たくみさんからリクエストいただいた、はい、この曲をまず聞いていただいてお話し進めましょうか。わかりました、はい、はい、これはねカバー曲なんですけどもね、はい、僕谷龍介が歌う秋なたの風です。はい、谷龍介流に歌った秋などの風お聞きいただきました。ありがとうございます。秋って言うと広島、そう、ね、秋の宮島とか ね、 宮島とかね、あちらの方はね、いいんですけど、この広島って言うと私ね、もみじまんじゅう大好きで、いや買ってきますよ今度ね。おいしいよね、あれをほら揚げたやつ、もみじまんじゅうの、うん、揚げまんじゅう、揚げまんじゅう ね、 ね、あれ宮島行くとね、うん、まあすごい大人気で、ええ、食べたらもうサクッと中はジューシー、ジューシーなの、ぶちうまいけんの、ほんとほんと、私もねちょっと出張で行った時にね、はい、もみじまんじゅうって、やっぱりもみじの形をしてるんだと思いながらね、もうね紅葉の時期なんかものすごく綺麗ですよ、綺麗、ですよ ね、 ね、そうですね、ちょうど私もね紅葉の時期でした。あーそうですか、そうです、もう滞在時間2時間ぐらい、あ違う4時間ぐらい、あそうですか、まあでもね、うん、あそこの宮島の鳥居もね工事してしばらく工事してたんですけど、はい、リニューアル綺麗になりましたね、なったテレビでね、うん、拝見しました。厳島神社の方もね、うん、すごい綺麗ですよ、そうですね、えー、はい、森さんからいただきました、はい、ベストアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます、はい、あれが出てますよ、なんだ、花火、はい、大好きな曲ばかり入ってて嬉しいです、ありがとうございます、もみじまんじゅう美味しいですよねって、森さん美味しいよ ね、 ね、私大好きなの、うん、ほんと本当にそう、たまに食べると美味しいですよ、うん、美味しいですよね、うん、はい、4月の28日にコンサートをやりませんでしたっけ、はい、そうなんですよ、ありましたよね、あの、はい、東京のですね、うんうん、東久留米の駅からちょっと歩いて5分なんですけども、はいはい、整備グリーンホールというところで、はい、僕谷龍介もちろんなんですけど、はい、あと黒川慎一郎さんと、はいはい、野中沙織さん、はい、3人でコンサート、はい、手作りの初のコンサートなんです、あいいですね、何時からですか28日、これ2時から14時から14時からです、はい、谷さん6月の10日谷の島行ってくださいますね、いやいやこれね、うん、ミサイさん楽しみでね、人生初の種子島、はい、だからもうウキウキワクワク、どうしようかなと思って、ウキウキワクワク、もう今でも寝れなくてですね、うん、いや真っ青なこの青空の下のね、うんうん、はい、海が綺麗だし、はい、もうだから海パン持っていこうかなと思うんですよ、ぜひぜひ持ってきてください、大丈夫ですかね、大丈夫です、ホテルの前がプライベートビーチになってますから、だけど行くにしても、うん、もっと何ですか、僕以外にスペシャルゲストの先生も、うん、そうなんです、作曲家の岡千秋先生もそうです、そうです、お越しいただくということで、はい、はい、
はい、一緒に海入っていいですかね。いいんですよ。海パンもこの間私岡先生にお会いしたんですね、はい、そしたら海パン持ってっていいかなって、ぜひ持ってきてくださいっ て, 言って岡先生も海パンですかいいですね、海水パンツの略ですよねえ、いいかなって言ってました。いい、持ってきてくださいとは言ったんで、まあ、冗談で言ったのかもしれませんけどね。冗談じゃないと思いますよ、うん、多分ね、うん、泊まるホテルもなんか海の目の前、うん、そうですそうです。でも、はい、もう6月ではね海入れますから、うん、もう入れるんですか。入れますよ。いや本当に行きたいな、うん、でも、うん、日焼けします。行きたいなじゃなくて行くんですよね。行くんです。だから水中メガネと、うん、シュノーケル持ってっていいですかね。いやいいんですけど時間、うん、ある？ないいや、はい、行きたい。本当楽しみだな、そういった三船先生とね、三船和子さんともう三船師匠をね、なんとかこう、はい、同行してですね、はい、楽しみですけれども、はい、ね、それと地元の笹川光雄さんですね。あ、素晴らしい歌い手さんね、今日ね種子島の方々も聞いてくださってます。あ、そうですか、嬉しい、いやどうも大変です、で何を言ってんですか。ガチョーン。ガチョーンなのね、うん、6月10日はですね、はい、2公演やっていただきます。13時から、はい、まず1回目の公演、ね、公演ですね、はい、で夜の部がありましてね、うん、はい、それが17時から、はい、種子島は、まあ、楽しみにしていただきたいのは、6月っていうとニガダケっていうのが出るんです。ニガダケ、タケノコがね、それは湯がかないで、はい、本当に煮るとか焼くとか、はい、してそのままいただけるんですよ、わざわざアク抜きするとかそういうこと一切しなくていい。天ぷらにするとか煮物にしとかするとかね、で、種子島独特のものですからね、はい、ぜひ召し上がっていただいて、はいはい、で焼酎も、はい、蔵が小さい島、57キロしか島ないんですね、端から端まで、うん、それで、焼酎蔵が4つありますから、もう好き、もう好みの自分の好きな好みの焼酎を見つけてください。僕はね、とにかく焼酎大好きなんですよね、でもとにかく焼酎と向こうに行きましたら、うんうん、手作りのなんかこう種子島独特 の、うんうん、地元の美味しい料理を食べたい。もうぜひ本当に島でしか食べれないものとかたくさんありますので、はい、まあ前日に入っていただきますよね。そうですね、ね、はい、で次の日の朝ですから音合わせとかね、忙しいですよね、はい、忙しいですね。もうで次の日は帰らなきゃいけない。そうですね、忙しいです ね、忙しいですね。海に入る時間ないですね。何ですか、コンビニにあります？ありますよ、コンビニありますよ。ありますか。コンビニがないと寂しくなりますから、ちょっと、一軒だけ。あれ一軒だけ、種子島っていうのは、はい、一市二町からできてます。西之表市、中種町、南種町ってできてます、ありますので、はい、その、一つの市、町二つのところに一軒ずつコンビニあります。ドラッグストアもありますから心配はいりません。南谷町が、南種町、あ、種町ね、南種町って言うんですね、はい、はい、ぜひぜひ、ね、会場もね300人しか入らない小さなところなんですが、ね、でもね、ぜひ、うん、近いからすごくね、うん、皆さん楽しんでいただけると思うんですよね、やっぱり三船和子の旦那様とかって間違いに聞くなんてなかなかね、はい、岡先生ピアノ弾いてくださるそうです。もうね、うん、岡先生のピアノね、うん、もう演歌っぽくないんですよ。知ってます、知ってます。もうね、はい、なんと、まあ、もう内緒、内緒、もう楽しみにしていただきたい、はい、ね、はい、もうね、一曲聴いていただくんですが、はい、これもう最後の曲になってしまいます。今回のね、僕谷留介今頑張ってます、はい、新曲なんですけど、うん、先ほどの呼ぶ子連歌もそうですけど、うん、岡千秋先生にこの曲も作曲していただきましたが、はい、舞台は大阪、はい、道頓堀が舞台となります、はい、頓堀ブルース。